杉浦が再び座り込んだ。ロッキーのパンチを警戒しています。また上回戦、ロッキーが檻を連発します。13、プロレスではカウント20で、ご覧のようにカウントここでテーピングが来ました。カウント20、場外カウントアウトです。杉浦隆の勝利であります。